はい、ゆるむ生態の翔太です。本日もですね、一般的には知られていない体の秘密や可能性について楽しく紹介させていただこうと思っております。で、本日のテーマなんですけれども、フィギュアスケート、スケートですね、スケートにおいてのバック滑走、後ろ向きで滑っていくのに必要な、筋肉、どういうふうに使ったらいいかってことをですね、紹介させていただこうかなと思っております。で、後ろ向きのね、ポイントで言うとですね、まずは軸足か体重乗せる側のかかとにちゃんとうまく乗せれるかどうか、前に突っ込んじゃうとね、氷をガリガリしちゃってですね、スピードが減速してしまいますので、かかとにきれいに乗せれるかということと、蹴り足ですね、蹴っていく方がうまく氷を捉えることができるか、捉えれないとまたこれもね、うまく蹴れないのでスピードがついていかないということになってしまいますので、このね、2つのポイントが、課題にはなってくるかなと思います。なので、前半ですね、その2つのポイントをクリアするためには、どういう体の使い方をすればいいのか、筋肉を使い方をすればいいのかというのを紹介させていただいて、後半ですね、ちょっとだけ実演させていただこうかなと思っております。はい、では始めていこうと思います。はい、ではいきますね。バック滑走に必要な、体の使い方はどうすればいいのかというところですね。で、ポイントは先ほど紹介させてもらったみたいに、軸足のかかとに乗せれるか、こっちの図で言うと、ここですね、こっちで蹴って、こっちで軸足になるとしたら、この軸足のかかと方向に来るとスケートがまっすぐなるのでスーッと滑れるんですけども、これが前に体重が乗ってくると、このつま先ですね、この辺でガリ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 言っちゃってスピードが減速してしまうというのがまず一つの問題になってきます。はい、で、いいところ、いい人、悪い人ですね。いい人っていうのはですね、今回ですね、ちょっと題材させてもらったのが羽生選手ですね。羽生選手のバック滑走と、一般的な人のバック滑走の違いという形になるんですけども、羽生選手が、どういうふうに違うかというと、軸足側、ここですね、ハムストリングス、一般的には膝を曲げる筋肉なんですけども、実はうまくこう伸ばす方に使うには、使い物にこう使うことができるんですけども、そういうことができると実はかかとに体重をスパッと乗せることができます。で、一般的な人は太ももの前ですね、大腿四頭筋で踏ん張ってしまう、いわゆるスクワットとかしたら張る筋肉ですね、ここでね、膝を踏ん張ってしまうと、実はかかとに体重乗せるとバランス取れないので、どうしてもね、ちょっと重心がやや前寄りになるんですね。そうなると、ちょっとかかとにぴったり乗せる人に比べると、こうガリガリいう可能性が高くなるっていう形になっています。一つ目はここですね、ここの違いがあります。で、二つ目は蹴り足ですね、蹴っていけるかどうか、こっちの足でこう蹴っていくわけなんですけども、この蹴り足の使い方のまずポイントとしては、氷をね、まっすぐ蹴れるかどうかが大事になってきます。これが外向きにこうねじるように蹴ってしまうと、またこれもね、うまく蹴ることができません。で、羽生選手ですね、羽生選手はどういうふうに使っているかというと、実は内ももと大腰筋ですね、このうちで、よく紹介しているところですね、内のラインをうまくきっちり合わせて、これもハムストリングスと一緒で、使い物にこう伸ばすような働きを使ってグッと蹴っていくと、まっすぐ蹴れるし、しかも体幹と連動しているので、体幹が自然に後ろに下がっていくということが起こります。ただですね、普通の人はですね、大体外転筋、いわゆる肩はね、股関節を外に開く筋肉ですね、股関節を外に開く筋肉といえば外転筋なんですけども、一般代表的なのは中殿筋を使ってやろうとします。そうするとどういうことが起こるかというと、中殿筋ってね、実は外へ開く外転筋でもあるんですけども、外旋筋、外へ、こう回っていく筋肉でもあるんですね。なんで、どうしてもまっすぐじゃなくて、外へぐるっとねじれるような動きが入ってきます、中殿筋をぐっと使うと。なので、まっすぐ蹴れないんで、ここもね、コンタクト、氷のトライが悪くなって、うまく蹴れないっていう形になってしまいます。これはね、抑制して前方向にやろうと思うと、大体膜張筋とかね、小殿筋とかあるんですけども、結構パワーが出にくい筋肉、力が、出にくい、弱いんですよね。なんで、その筋肉でやるのも結構無理がありますし、中殿筋を抑制しながら、内転筋とか微妙にこう、拮抗しながらやっていくっていうのが現実的なところかなと思うんですけども、かなりロスした動きになってしまいますというのが現状ですね。なんで、強く外もとガリっていうから力強く蹴れないっていう形ですね。羽生選手っていうのは内ももとか大腰筋を使ってグッと内からね、伸びるように蹴っていくので、力強く、しかもまっすぐ蹴る。力みいらないですね。力そんなにいらないと思います。ぴったり合わせるので力なく、力をグッと入れる必要もなく、きっちりグッと蹴っていくことができるんですね。こっちは力いっぱい蹴っているのに、うまく力が伝わらないという形になってしまいます。なのでですね、あなたがバック滑走を、上手になろうと思ったらですね、やらないといけないのは、ハムストリングスを使えるようにして、かかとに乗せれるようにすること、軸足はですね。で、蹴り足は内ももから大腰筋を使って、まっすぐ蹴ることに蹴り入れるようにすること。この2つがですね、バック滑走するためには必要なことになっていきます。はい、ということになります。そしたらですね、最後ですね、少し実演させていただこうかなと思っております。はい、そしたらですね、最後ですね、実演していきたいと思います。
で、まあ、やっていきますね。一般の人はですね、蹴った後の軸足が太ももの前にですね、寄るので、どうしても重心が前に寄って、つま先ガリガリ言っちゃう。羽生選手というのは、蹴った後の軸足が後ろっかですね、ハムストリングで支えるので、かかとに体重が乗るんで、スムーズにスケートできるという形になっています。この違いですね。クワ、大体1人メインで前に落ちちゃうか、ハムストリングスでかかとに乗れるかの違いです。で、チェックホームをしたら、単純にね、かかとにこう乗せて立ってみてください。で、体をまっすぐね、ピーンと鏡の前とか見て、まっすぐいけてれば OK です。で、この姿勢の時に、えらくね、太ももの前に力が入るなとかね、そもそもこの位置でこうグラグラしたお尻が前に出るとか、頭が前に出てるとか、そういう状態だとね、ここでうまく刺ることができませんので、まずね、まっすぐかかとの位置で、スリングスを効かして立つことができるのが大事なんです。はい。で、続いてね、ポイントの2つ目である、蹴り足ですね。蹴っていく側の足なんですけども、一般の人は、ここですね、中殿筋でやってしまうので、どうしても中殿筋でね、外へ広げるだけじゃなくて、外へこうねじって作用もある筋肉ですので、蹴ろうとすると、ねじりが入ってうまく蹴れない。で、羽生選手は、内側と外腰筋をうまく使えるので、まっすぐ内を使って蹴れない、まっすぐ下がることが、一般の人は外を使っているので、ガリッてなって、まっすぐ蹴れる。内側を支える人、羽生選手はまっすぐ内を使えるので、蹴れない形になる。でどうしてもね、例えば外側寄りの人がですね、なんとかまっすぐ蹴ろうとすると、こうねじる動きを止めようと思って、この内側で引っ張り直すんですね。そうするとですね、無駄な緊張がいっぱい入るわけですね。とにかくなんとかこの方向に蹴ろうと思って、いっぱいいろんな力を入ってやるので、結果的にね、まあ、どっちにしろ蹴れないですね。なので、まあ、綺麗に蹴ろうと思ったら、やっぱ内ももと大腰筋を使ってまっすぐ蹴るようにするっていうのが、すごく大事になってくるかなと思います。まあ、これも同じね、こう立ってもらったときに、こうやってね、重心移動したときにですね、内ももでこうちゃんと効かしながら体重移動ができればいいんですけども、このときにすごくこう外寄りで体重移動している場合ですね、はですね、まあ、うまくできてませんので、まあ、内寄りですね、で体重移動できるようになればですね、まず内でこう蹴っていくことができたりとかしますので、まずね、それを獲得をですね、まず目指していければと思っております。はい。まあ、そういった違いになってきてます。まあ、伝わってます。使いましたかね。まあ、どうかわかんないですけども、まあね、最後ね、ちょっと大事なところなんですけども、まあ、ハムストリングス使ってかかとに乗せるようにすることと、内ももを使って蹴るようにすることっていうのが大事なんですけども、じゃあ内転筋鍛えたりとか、ハムストリングス鍛えたりとか、そういうことはないですね。まあ、その動画ね、見てはる方はわかると思うんですけども、基本的に、まあ、体を使いやすい状態、内転筋が使いやすいような状態になってないと、いくら鍛えても使えないです。もうこれはもう間違いないです。なので、まずは使いやすい状態にしてくださいねっていうのが、ポイント、大きなポイントになります。でまあ、使いにくくなる原因としては、ね、やっぱ関節のズレですね、外へ股関節がずれたりとか、またまあ緊張で固まってきたりとか、背骨が固まったりとか、まあ、インナーが使えなくなったり、内臓が悪くなって硬くなったりとか、まあ、そういったことが起こると、全部ね、内側使えなくなって、外側痒いになっちゃったりとか、ね、前側痒いになっちゃったりしますので、やっぱりね、普段からですね、まあ、内臓のケアとかですね、まあ、大腰筋を緩めることとか、まあ、関節の位置を戻すこととか、まあ、そういったことが、ね、非常に必要になってくるかなと思います。やっぱりね、今回もね、いろいろ見せてもらったんですけども、羽生選手もですね、実はソチの時の体の使い方はすごい上手いですね。まあ、もちろん技術とか経験値は今の方があると思うんですけども、単純な体の使い方だけで言うと、やっぱソチの時の方が素晴らしいんですよ。で、やっぱりね、あんだけプレッシャーかけないとか怪我すると、やっぱ体の使い方って落ちてくるんやなっていうのをね、また今回はね、改めて感じたところです。なのでね、まあ、今回、うちの動画見てる人はね、しっかりとこう下がるんじゃなくて、上げていけるようなね、トレーニングを毎日積んでいただければですね、まあ、他の人がね、普通のトレーニングでこう下がってくるところを自分らは上がっていくことができるので、一人もグッと伸びていくことができるんじゃないかなっていうふうにはですね、思っております。はい、ということですね。で、まあ、今回ね、今回の動画はですね、実は YouTube の方のコメントからいただいたところからスタートしてます。でしかもね、こちらからちょっといろいろとね、スキルについて質問させてもらってですね、まあ、すごく丁寧に答えていただいてですね、まあ、この動画を作るためにものすごく参考になりました。やっぱりね、経験してはる人の言葉とかっていうのは重みがありますし、まあ、そこからね、また情報を孫引きして調べることとかもできたので、まあ、本当にね、助かりました。まあ、またね、今後ともですね、まあ、コメントいただければですね、私自身だけではね、できないこともあると思うんですけども、まあ、見てはる方と協力しながらですね、まあ、よりですね、体について詳しく皆さんで慣れたら、よりレベルアップできるんじゃないかなと思ってますので、まあ、コメントですね、気軽に、送っていただければと思っております。はい、ということでね、今回はこれで以上させていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。